さあ2013年徳島ミニバイク最終戦キッズクラス決勝です。さあ1位は藤井光太選手、さあ下木選手がスクーターで入って、さあその後で黒下選手、さあ3人、さあ後ろは小澄選手です。太田君に下木のおっちゃんがどこまでついていけるか。スタートしました。さあ予選コーナーです。さあ豊田が前を走る。さあ下木のおっちゃん、さあ逆行厳しい最終コーナー。決勝よりは自信を持たせましたが、さあ何が豊田さん、さあそれの1コーナー。さあ2周目、さあ1コーナーパスで逃げてくるのは、さあ黒車選手もついていく。さあ2コーナー、さあ1コーナー、さあ選手を奪い返す。さあ豊田君、さあ早くも周回ができるようになる。実は周回のようにこれを締めていくことにはできるようになる。さあ、バックスタート、コーナー大丈夫かわったぞ。さあ、バックスタート、どっちが取っておけるか。
暖かい12月、風が若干吹いていますが、しのぎやすい12月です。最終戦、路面温度は16度、結構日が、出てきたので暖かいです。12周で争われるこのクラス、徳島ミニバイクキッズクラス決勝、さあ藤井康太君に下木選手が肉薄するも、レースの展開は変わらず、さあどこで飛び込むのか下木選手。さあ狙っているのか攻めきれないのか、さあ判断の難しいこの状況。さあブレーキングの下木、あーここまで肉薄します。最終コーナー、レースの後半戦、もう残りラップも少ない、1コーナー、最終ラップが近づいてきた。最後のチャンス、しかし物にできず、下木選手リレーチェッカーです。プロサス選手もチェッカーです。終わりです。